はいどうも、伊藤 D です。今回伊藤 D のパズドラ実況第2章、パート17やっていきたいと思います。前回、ね、壮絶な戦いでした。石川五右衛門との、一進一退の攻防、結局ね、ギリギリのところで負けてしまったんですが、まあ、たくさんの方に見ていただいて、同時にね、コメントなど、興奮してありがとうという、ね、メッセージをいただきまして、本当にね、やってよかったなと思っております。そして今回はあの相棒がついにね、究極進化ができるということを聞きました。それで今回の回は相棒究極進化回です。あと、同時にですね、今日、ゴッドフェスが開催中ということで、ゴッドフェスの方と、2部構成でいきたいと思います。はい、まずね、相棒の究極進化です。究極進化には、まとめて追加、ドラゴンフルーツが2体、そしてダブトパリットが1体、そしてダブミスリットが1体、足りないあのね、本来もう1体必要なんですよ。本来もう1体必要で、一番最後のね、枠に入るモンスターが必要です。まあ、あの右隣2つ、あれの緑バージョン、ダブエメリット、そのモンスターが必要なんですが、あのね、それで視聴者さんに来ました。曜日ダンジョン以外であれを取れる場所はどこかと、それでね、いろいろ教えてもらって、収録までにね、集めてやろうと思いました。しかし、16回ほどですね、ダンジョンに挑んだんですが、ゲットできずということでね、あの今からもうダイジェストはもう不可避ダイジェスト不可避のもうね、ダブアメリット捕獲までのね、様子をまずご覧いただいて、そっから進化に移りたいと思います。はい、よし。はい、で、このヒプノ原生林、ここで、ダブエメリットが出るということでね、他にも出るとこあるんですが、まああえてここで、やっていきたいと思います。さあ、どれだけかかるか、もう何時間、もうね、ちょっとね、時間的にも3時間ぐらいまでには撮りたい。まあ皆さんにね、お届けするのは多分4、5分でゲットすると思いますが、こっちはちょっとね、ちょっと早めに撮りたいところですね。それこそ最強だ。はい、出てくる。おう、はい、はい、うわ、これさっき仲間にいたやつじゃん。自分はこの子を使ってしっかりとクリアします。いた、やっぱりですよね。ですよね、ちょっと。どうなる?大切な人守れたり、今だ何か、これが最終形態だと思うんですよね。やばい、どうだ。よし、シューッ、前回の信玄はコンテニを2度使い、ガッ、いけ、
うだ。あー落ち込んない。あのスキルくんな、あのスキルくんな。あーたちゃん、よし頼むぞ。あーびあーもうなんか毎回もう驚きすぎてはーってなっちゃって、毎回でもそうなってるけど、頼む本当にお願いします。頼む。あ、お、チャンスだ。よし。チャンスあ、チャンスだ。もう頼む。本当にお願いします。よし。ああ、待て、あとは無事に生き残るだけだ。ちょっと待って、血糖値が。行くぞ。ここだ。ありがとうみんな。よっしゃー、決まっただろう。よっしゃ、オッケー。ああ、ゲットした。合計何回だ、12回と16回、38回目。このダンジョン38回目でようやく、ダブエメリットをゲットすることができました。あ、よかった。あ、ほんと嬉しい。よし、皆さんお待ちかねです。お待たせしました。相棒が今進化します。来ました、合成開始のねアイコンが。ちょっと皆さん、あの脈打ってるの分かりますか。これが究極進化の、合図です。相棒、俺らはもっと強くなろう。お前は絶対ね不必要な存在ではない。お前がいてこその、伊藤 D であると、俺はもうそう思ってます。これからだぞ、これからも戦っていこう相棒。いきます。これですね、いきますよ皆さん。左側、究極進化、いきます。はい、あー、相棒、あー、マジで嬉しい。What?
じゃあね、もう。ちょっと待って。危ねえ、危ねえ、ちょっと待って。男一人で今。決壊、ダムが決壊するとこだった。よかったー。ああ。聖獣竜、エンジェリオン。あ、ドラゴンタイプは変わらず。ステータスはちょっと伸びて。で、スキル変わらず、光と貴族性から受けるダメージを反…あれあれちょっと待って、あれ大した変わってなくて、あれあれちょっと待って、大した変わってねえぞこれ。あれちょっと待って、え、違うよね、闇ドロップを回復は一緒だよね。ちょっと待って、これ全然全然変わってねえんだけど。いや、属性、副属性がついて、ステータスがちょっと伸びたぐらいなのかこれ。いや、あれだね、なんか相棒らしいよ、うん、相棒らしい、みんなのね、なんか期待をいい意味で、こういい意味っていうか、まあいろんな意味で裏切ってくれる。やっぱりな、やっぱりこれが俺の相棒ですよ。なるほどね。よし、相棒これから頑張っていこう。うん、地獄級ね、ゴエモンのリベンジもあるし、これからいろんなね戦いが待ってるけど、お前は絶対パーティーから抜かすことは絶対ないから、一緒に戦っていこう相棒。皆さん、 ありがとうございました。はい、相棒は無事進化することができました。あ、嬉しい、本当に嬉しい。危ない、本当ここまで一気に感動。ダメだね、年を取ると涙もろくなってしまう。ちょっとね、直さなきゃいけない。そして次ですね、二部構成のもう一つ、こちら、あ、そうだ、モンスターボックス、ちょっと今、はい、あの、明かしてきます。よし、はい、やってきました。レアガチャゴッドフェス開催中。今回は、まあ目処は3回ぐらいかなと思ってます。3回ぐらい回したいなと思います。で、なんだろう、1体も引けなかったらちょっともう1回回すかなぐらいの感じ、うん、それかゴッドがこううまくなんか連チャンしたら3回以上いくかもしれません。はい、まあ流れ次第ですね。さて、いきましょう。ここでね、また別な勝負が今から始まります。さて、 あと今回のゴッドフェスで新モンスターがいるそうです。死生獣、死生獣がいるそうです。死生獣といえば皆さんね、伊藤 D といえばまず水原マックス作戦というね、代表的な作戦がありますが、まさにその水原マックスが使っていたベイブレードといえば皆さんご存知ですよね。せーの、はい、へい、せい。はい、あれですよ、ドラシエルです、玄武です。伊藤 D はこのね、ゴッドフェスで一番今当てたいのは玄武、玄武のドラシエル、ドラシエルが欲しい、うん、それが一番狙いです。はい、っていう感じで、あ、最高5回ですね。じゃあ上限が5回ということで、いきたいと思います。よし、いくぞ、いきます、1回目。あ、流れを、次につながる流れ、相棒の究極進化、そしてこのゴッドフェス、おし、来たぞ、いきなり来た。あー、これって、あー、やっぱり、あー、死生獣だけど、死生獣というか死生獣じゃないけど、あれですね、あれシリーズですね、まあ五星獣みたいな、五星獣ですね、これキリンだ。敵の HP を 20%、 え、強っ、え、敵の HP を 20%、 あ、全然使える。火、水、木、光で同時攻撃するとき攻撃力5倍。おー、いい、あ、いいね、面白そう。はいはい、いいよ、いい、順調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 、よしよしよし、この流れで玄武、一番はね、玄武狙いですので、いきます、いくぜ、さっ、あ、ちょっと待って、ゴッドタイミング、ゴッドタイミング、ゴッドタイミング、いきます、よし、いった、うまい、今のはうまい、流れは来てる、流れは来てる、なー、ちくしょ、ちくしょ、
ああ、これじゃない。あべ、間違った。ちょっと適当にしちゃった。やばい。まあこれ次第だな。回すかどうか。ああ、もう一体、最悪もう一体神が欲しい。できれば玄武。いきます。頼む。なあ、マジか、やっぱりだ、もう、ダメだ、今さっきの中途半端に引きすぎた。ダメ、これじゃダメなんだよ、これじゃダメ。もう一回行く。もうね、これはやる。やりきるわ。よし、あと2回。頼む。何か起こせ。あの一体だけじゃ収穫は少なすぎる。こっから戦っていくにはもっと必要だ。いきます。よし、行きます。よし、頼むぞ、神、来い。よし、頼む。なマジかよ、うわ、しかも被ったし、全然いらねえ。嘘だろ。マジか。マジか。やべえ、一体ってやばいぞ。一体で終わりってやばい。中途半端すぎる。待て、ここまで、今まで50本近くのね、パズドラ動画を、シリーズを上げてきて、こんなと、ここでね、いつもはここで引いてきた。あの経験値を生かせ、俺。よし、これは人間ドラマだ。これはね、ドラマティックに、引く。ドラシエル、来い、ドラシエル、行きます。ドラシエル、頼む。よし、オッケー、頼むぞ、行きます。よし、マジで嘘でしょ、お前。よし、やるぞ。よし、やるぞ。皆さん、あと1回ありました。頑張ってね、魔法石1個取りましたよ。よし、もうね、キリがいい、この残り5個というね、魔法石、これは最後1回だけも使います。こんなね、やっぱりただじゃ帰れない。この大事な玄武が出やすいっていう、この状況に、ドラシェルが出やすいっていう、この状況に、このままぶら、ね、手ぶらで帰るわけにはいきません。やります。ちょっと祈祷師になろう、祈祷師に。降りてこい、神のご加護。よし、降臨した。俺に今神が憑依してます。どうでもいいわ、行きます。よっしゃー。皆さん、もう弾幕の準備はできてますか。皆さん、弾幕の準備を今、お忘れなく。あーじゃない。王だ。王の準備をね、皆さん、はい、構えましたか？いきますよ。さあ、ドラシエル、かい！よし、いけ！これ、あれだ。ちょっと待って、これは絶対喜んでいいやつですよね。よっしゃー、喜ぶぞ。オッケー、取れ高オッケー。やった。皆さん、これあれですよね、水タイプ版のオーディンで、紙タイプが 2.5 倍。そう、よし、オーディン、これで2種揃ったね。皆さん、これでよろしかったですか。こんな感じで大丈夫ですか、今回。いや、これはね、パート16で熱い戦いをしまして、そこからね、次は、負けるわけにはいかないと。ということでね、今回のパートは、
新戦力、そして相棒の進化をして、よりね自分のチームのパワーをね、上げて次の戦いに備えるという回でした。まあ結果今こういう感じになりましたが、自分では今すごい満足しています。はい、ここから、さらに厳しい戦いが続くと思いますが、ぜひですね、これからも、伊藤 D のパズドラ実況応援よろしく、お願いします。伊藤 D は、今収録がもう3時間近くを、回ったところなので、もうヘトヘトのヘトヘトです。はい、ただすごい嬉しいです。はい、という感じで今回は締めさせていただきます。今回も、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではありがとう。